安倍さんは職員と共に3階に避難しました。多くの人を集める海岸沿いの観光施設はひとたまりもありません。大きな波に現れていきます。水族館の職員が撮影した津波の映像です。上がってきてる、上がってきてる。1階は水没ですよ。あ、すごい。防潮堤を越えて津波が建物の入り口、そして駐車場へと押し寄せてきます。